2015年9月12日今回は簡単で可愛いゆるふわなくるりんぱアレンジをやっていきます。まずは耳の上この辺りぐらいから横に直線に左右取ります。左右取ったら手ぐしで髪を整えて、まずは一つゴムで結びます。でここに真ん中に髪の通り道を作って前にくるりんぱでちょっとこう少しだけ引っ張って束を引き出していきます。放射線状に真ん中からこういう風に引き出していきます。はい、こういう感じで真ん中から放射線状に引き出して整えていきます。で次にこの下の部分三つ襟まで同じようにゴムで留めます。でここもゴムで留めて、真ん中に通り道を作り前の方に通してちょっと調節して、また同じく少し引き出しておきます。真ん中から斜め、でこの状態で次上と下のくるりんぱの毛先を結びます。普通にこういう風に結んで、次こっち側2回結びます。こういう風にそしたらこの毛先の部分をちょっと折り曲げてここにゴムで結びます。ここをゴムで結んだら、ここを今度内に曲げてくるくると入れて、耳の裏ですね、耳の裏でアメピンで留めます。1箇所か2箇所ぐらいですね。アメピンは長いところが地肌に沿うように、はい、で最後にちょっと前髪とかも飾りで止めておき、後ろはこういう感じです。ぜひこれも簡単にできると思うので、よかったらやってみてください。今回は以上でした。